裁判、ネット選挙が原告で大津彩香個人が被告だった裁判で、ちょっとびっくりしたのは、4月の7日の段階で大津彩香は自分が除名されているのでポスターが届かないと思ってたっていう自白をしてしまいまして、まあ、これ陳述もしたので、まあ、これ直ちに証拠としてやっぱり本人は4月の7日段階では自分が、まあ、正確に言うと除名ですね、除名されたということを認めて、除名されたからポスターを使えないと思ったから、そのポスターを別の業者に頼んだんだと一生してるんですよ。いわゆる、まあ、政治家女子法廷堂と大津彩香、まあ、政治家女子法廷堂と大津彩香って書いてるから、除名されたからポスター使えないと思いましたって言ってきたんで、いや認めてるよっていう話ですよね。向こうの弁護士がアタフタしてましたけど、まあそれはネット選挙の社長が本人訴訟でやってたんで舐められてたんだと思うんですけど、まあ、それを一昨日の夜急遽弁護士に見てもらったら、これはもう完全に自白に当たるから、向こうに陳述させて、陳述した準備書面を代表権訴訟の方の証拠として出しましょうということで、昨日ですね、早速昨日の朝、向こうが陳述したものを昨日の午後には代表権裁判の方にの証拠として提出しているということです。まあ要は自分だって、自分が代表者だったら誰に言われても、あんた除名よって言われても、あんた除名って言われても何言ってんので終わるじゃないですか。でもあんた除名よって言われてあ、私は除名された、だからポスター使えないっていうのは、まあ、その時のもう嘘偽りない事実だと思うんで、まあで、まあ除名っていうのもそうなんですけど、ポイントはね、これ代表権裁判3月ごめんなさい、10月31日来週火曜日10時から、これはネットなんで皆さんご覧いただけないんですが、まあ、ポイントはやっぱ3月29日の辞任が認められるかどうかになってきます。で、3月29日の辞任を裁判所が認めるとですね、これは、代表権が大津にないというだけではなくて、やっぱり4月の7日にりそな銀行から預金を下ろそうとしたということについては、まあ、これは詐欺なのか横領なのか、まあ、横領に当たる詐欺か横領か背任か、まあ、何らか の, そのお金を、ね、盗もうとしたという罪にはなると思います。まあ、それは何を証拠に、本人は、内緒で名義の変更に行ってるわけですよね。それはりそな銀行からはっきり、これ田島さんとか通る人には伝えないでください。でも銀行の方はずっと黙ってるわけにいかないので、明日には伝えますということで、4月の4日名義変更して4月の5日にこちら連絡が来ているということからも分かる通りですね、自分の何だろう、お金が自分が管理できるお金であれば堂々とやるわけですけど、内緒でやってるというところからしてもですね、領得の意思があったということで、十分そこは3月29日の辞任が認められた場合には、横領などの、いわゆるりそな銀行のお金をですね、持っていこうとした、まあ、これは実行されなくても横領は成立する犯罪ですので、でちなみに10月10日のこの代表権争いの裁判の争点についてちょっと簡単にご説明しますと、先方が来た一昨日か3日前から来てこっちが反論してるんですけど、まあ、ポイントとしてはまず3月29日に大津彩香がですね、代表者を辞めると、党首を辞めるといったことについて、なんですが、4月の5日か6日の段階では大津彩香は脅されたからというツイートをしています。ただこれについては、裁判では主張してきておりません。まあ、もちろん脅した事実はどこにもないので、主張してきていません。で、それは大津彩香の4月の6日か5日か7日ぐらいのツイートでそう言ってましたが、その主張はされていません。で、また5月の10日、大津彩香と黒川と広志かなの3人であった5月の10日 の, 記者会見ですね、これ山口三徳さんっていうなかなかね素晴らしいというか、すごいツッコミをしてくれてて、3月29日の辞任について、裁判の争点になると思いますがっていうことに対して大津彩香は、3月29日は総会ではありません、総会じゃないから、総会じゃないところで言った辞任っていうのは無効ですって回答してるんですね。で、
いやいやいや、ちょっと待ってくださいと。大津さんが代表になった3月の8日、僕から大津さんにその代表権が移ったのは、緊急記者会見なんですよ。だから緊急記者会見で、それぞれ3月8日も3月29日も記者会見で代表者が移り変わっているので、それおかしいよねと思ってたところ、その5月の10日に、あれは総会じゃありませんということについても、今回裁判で主張してきていません。だから、錯誤とか脅迫とかの意思表示の取り消しの主張もないし、言った3月29日の記者会見が、あの場所が無効だという主張をしてきていないというのが、まずポイントとして挙げられます。で、じゃあ何を争ってきているかというと、まずは、あの20回ぐらい私は辞めるって言った発言は、意思表示ではなく、決定的な意思表示ではなく、まあ、辞めるって言ったわけじゃなくて、辞めようかなと思っていますっていうことを言ってきています。まあ、いわゆる辞任の意思を、まあ、表明したに過ぎず、辞任の意思表示をしたわけではないというのが、まあ、向こうの主義的主張です。で、それを補強するための証拠として出てきているのが、僕がツイートしている、大津さん素晴らしい、皆さん調査に協力してあげてください、さすが大津投手って書いてある。で、その前任者である総合者の立花さんがこのように思ってるから、普通に考えれば辞任ではないですよねっていう、なかなか薄い反論ですねその僕も大津さんも一緒に辞めましょう、黒川も一緒に辞めましょうって一緒に辞めてるわけですから、もう4月のその5日とかの時点では僕も一般人に過ぎないわけですよね。で、それをまあ向こうは唯一の証拠1枚しか出してきたんですよ。僕のツイッターのプリントアウトだけしか出してきてないっていう状態なんですけど、まずその辞任の意思表示はしていないっていうのが一つ向こうの主張です。で、次の主張が全部3つあるんですけど、到着していない、辞めるという意思表示が党に到着していませんって言ってきています。要は私辞めますって言ったけど、それを受け取る人がいなかったっていうことで、もちろん家の中で一人で私辞めるとか海に向かって辞めるとかっていうのは向こうの意味がないんですけど、じゃあ到着する先がどこなんですかっていうことについての争いがあるんですが、先方は、いわゆる扶養法のですね、法人格扶養法の9条の4を盾に、特別代理人を選任しなければ、受け取ることができるのは特別代理人だって主張してるんですね。その大津さんが辞めるって言った時に、大津さん自身は利害関係者だから、大津さんが大津さんに言うわけにいかないから、そういう時に利益相反をするんだから、特別代理人を設けなければいけないっていうのが向こうの主張なんですね。で、こちらはそれに対して、いや、そんなこと言ったら3月8日も特別代理人立ててないよと、だから私は辞めるって言って、じゃあ誰が受け取ったんだってなるので、もしそれを認めたら、今大津と斉藤が争ってますけど、まあ、もしそれを認めるんだったら、僕はもう一回原告になって大津を訴えれば3月8日無効ですってなるので、それをやってもあんまり意味ないですよというのが一つと、まあ、そもそも利益相反には当たらない、大津をクビにするっていうものについては大津さんとしては私の利益を奪われるってなるんですけど、私は辞めるって言ってるんだから利益は相反してないので、そもそも特別代理人を立てる必要性はないでしょっていうことで反論をしています。これが2つ目です。で、最後は、もうここまで来るとすごいなと思うのは、要は党と、はい、前の前、まあ、党と大津さんの委任契約を解除する、で、新しく党が斉藤君に委任契約の申し込みをして承諾するっていう、まあ、解任はどっち当事者一方の合意でいいので、辞めるという法律行為と党から誰かやってくれっていう契約の申し込みと、それを受諾するっていう、3つの、いわゆる大津が辞めて斉藤君にやってって党が言って、斉藤君が分かりましたって、新しい委任契約が、古い委任契約がなくなって新しい委任契約が成立して、初めて代表者が変わるわけですよ。で、向こうの主張は、いや、大津が辞めたんだから、代表者がいないから、代表者の申し込みはしてないでしょって言ってるんですよね。要は、大津が辞めた後に代表者の申し込みをしてるんだから、大津個人が斉藤君に対して、なんか委任契約を申し込んでるから、個人間の委任契約は無効であるみたい、無効って意味をなさないみたいな。
や、これは順番としてこう、辞める、お願いする、就任するっていう3つの行為が同時に行われてるわけですよね。だから1つだけ見たら確かに、そこだけ見たら確かに党の代表者がいない状態になるんですけど、でも党の代表者は1人っていうのが規約に書いてあるから、辞めるときには新しい人を同時に選任しなきゃいけないので、まあ、これも3月の8日のまさに僕が辞めます、新しい代表者は大津彩香さんです、大津さんが、私が代表者になりますって一瞬で、あの中で意思表示をしている通り、3つの辞めます、お願いします、分かりました、受諾しますは一通りで行わなきゃいけないわけですよ。それがなんか無効だとかちょっとそういう意味がわからない、まあ、無効というか独自の原告独自のなんか理論だとかって言ってるんで、まあ、相当無効もあの厳しい状況なんだろうな、まあ、証拠が一枚しか出てきてないことと、あのもう答弁書向こうのまあ反論書もまあそのな、まあ、本当に薄いものだったので、まあ、もうこれ以上からそういうことはないのかなと思ってますけど、まあ、代表権の方にしたらそういう感じになっています。その来週火曜日の10時からウェブでやって、おそらくもうこれで市長立証は終わると思います。少なくともこちら側の市長立証はこれで終わりなので、まあ、相手の軽い反応があるのかもしれませんが、来月には決心できるのではないかなと思っています。早ければ年内には判決が出る、遅くても1月には出るかなと期待をしています。